これ飛ぶ斬撃でもガチ強いですマジで。このシナジーマジでやばい。これ DPS2 人分の火力出るからね。これね、あちなみにね、アイアンマンが多分一番いないです。ベノム対策ですか。まあベノム対策はいっぱいあるね。ベノムってのは基本でもそんな攻撃力高くないから、サポート使ってる時に耐えられる系のスキルがあって、大体いろんなキャラクターにルナスノーのこのシフトとか自分の体力も回復できるから、このシフト使って切ってこうやってやってるから、ダイブしてきたタイミングでこれ使って耐えて、これでコーラスタイル。まあ、探偵に対してでもこの凍結めっちゃ短いっぽいんだよな。凍結で凍ってる間にまあフォーカスしたりとか、まああとは今流行ってんのはまあこれだね。このなんか領域展開でこのなんか範囲内にいるときってダメージが無効化されて、なんか その分回復になるみたいな性能なんだけど、まあロキは一番多分カウンターにはなる。ロキはねウルトが難しいからね、ちょっとまだ俺には使えないかもしれない。キャラクター全部使える人じゃないと、なんかオーバーウォッチのエコーみたいな感じでコピーしてウルトを出すみたいな感じなんだよ。3キャラ上げるとしたらタンクだとマグニートがまず一番出てくるね。やっぱまあバリアが強いからじゃない。なんか味方につけられるこうバリアとかもあって、まあ、守れたりとか、まあ、地張りもあったりとか、あとあのスカーレットとのなんかシナジーでこの通常攻撃が強化されるシナジーがあるんだけど、あれがクッソ強いから、それと合わせてあれだね、マグニート使ってる人多い。これ飛ぶ斬撃でもガチ強いですマジで。これがねすげえキャリー性能があってめちゃめちゃ強いから、まあ、マグニートが今あれだね相当使われてる感はある。次に出てくるのがベノムだね。まあ、ベノムはまあ めっちゃ強いです本当に。一生終わらせるし、体力減った時にこの E ボタン使うと体力が少なければ少ないほど体力が増えるみたいな、なんか恐ろしい性能してて、まあ、結構やばいですね。サポートキャラとかにこの E クリック打つとこうやってスローを与えてその間にぶん殴るみたいな、で体力自分が奪ったらこうやってポーンって返ってっていう感じ。タンクまでもグルートもまあ出てくる、ね、確かにマグニートとグルートの組み合わせもまあちょいちょいやる。タンクはでもハルク以外は出てくるかな。ハルクだけはダイブの時に出てくるぐらいだ。ハルクは単体だとクソ弱いんだけど、これはなんかどういうキャラかっていうと、そのサポートタンクみたいな立ち位置でなんかシフトとか切ってこれで味方にこうバリア与えて前線で戦って自分はこう先にこう帰るみたいな戦い方するのが強い。ベノムの大体カバーで使うって感じ。シフトをうまく使ってバリア与えてベノムと一緒にぶん殴る、で邪魔なやつをサイレンス与えてこうやってぶん殴るって感じ。 DPS だとやっぱまあヘラパニッシャー、パニッシャーマジであれだね、高校生だったらまあパニッシャーとヘラじゃない。タレットがいかれてるのと、結構タレットの性能いかれてるからな。あとショットガンも強いね。パニッシャーとやっぱヘラはまあめっちゃ出てくる。単純にやっぱ強いの、ヘラとか。ヘラはもうめちゃくちゃ OP だと思う。まあ、ヘラがキル取って、まあ、パニッシャーはまだそのタンクとか結構正面に向かってダメージをして、ライン上げてヘラが戦える場所作ってヘラがキルを取るみたいな感じの使われ方してるね、今、タンクだと。なんだかんだ言ってこれが一番強いと思うけどな。まあ、さっき言ったそのベノムと合わせてブラックパンサーとかマジックとかがついてくる構成も強くはあるけど、まあ、やっぱ安定してるのはやっぱこっちなの。あと、パニッシャーはあそっか置いてもあ置いてくれたもん。これこのシナジーマジでやばい。これ弾無限なんですよ、シナジーで置けるタレット。マジでやばいです。これで正面に圧力与えて違うタイミングはこうやってタレット置いて圧力出すみたいな、でタンクとか下げさせてその間にヘラがキル取るみたいな感じだね。ダメージばらまいて、ゴリ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 、マジでやばい。 DPS2 人分の火力出るからねこれね。マジでいかれてます。
これ多分無制限です。ちなみにこのビーコンから出るとリロードいらないです。マジでやばい、超壊れてます。このシナジーマジで強い、ね、さっきね言ってたね、コクーンのシナジーも強いんだけど、キャラ自体がねちょっとあんまり強くないから、蘇生できていいなと思ったんだけど、蘇生結局陣形崩れるからあんま強くない。アナイグマ君はねガチで、そういう意味ではヒーラーとしてはまあ逃げスキルがあるってだけかな。あ、ちなみにウルトも使います。そうウルトも強い、ウルトマジですよ。ちなみにっていうね、三段構えなんですよ。 DPS 三段構えキャラマジでやばい。まあなんでパニッシャーは結構気軽に出てくるね。とまあやっぱあれじゃない、まあ、さっき言ったベノムとの合わせで出てくるのが、まあブラックパンサーとか俺が使えないスパイダーマンとかなんじゃないですか。まあさっき言ったそのスカーレットウィッチも出てくるね、このシナジーでね。スカーレットウィッチ、ね、スカーレットウィッチは使いやすいから、ね、結構ね安易に軽い気持ちで使えるのは強いよね。機動力もあるしエイムいらないし、これあのあれなんですよ、こうやってエイム外しても自動で吸い付くからオーチの萌えなみたいな感じだから、まあ強い。俺はあんま使わないけど、一応ストップもあるって。これストップですね。あとね、ウルトがね、面白い。これ結構一発逆転の可能性を秘めてるウルトだね。範囲内の敵がこれ、即死なんだよね。回復相手でも即死する。まあ、さっき言ったパニッシャーヘラ、スパイダーマン、ブラックパンサー、スカーレットウィッチ、ニーモンもでも使ってる人なんかだんだん増えてきたな。これなんかタレット置けるんですよ、こうやって。これでなんかサイドとか固めてチク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 してくるやつはいるね。でダメージがあったらはいさいならって言って帰る感じ。ウルトはなんか力不足な感じするけどね、どうなんだろう。全体スタンみたいな感じだよねこれね、使われる側なんだけど。あ、違うわ。ダメージも入るんだ。まあ、地味にでもね、攻撃力高いんだよね。あと、硬い、こいつ。マジで攻撃しても倒れない。あ、ちなみにね、アイアンマンが多分一番いないです。アイアンマンとスターロードマジでいないですね、今。1日2日目ぐらいは結構いたんだけどな、アイアンマンもスターロード。全く出なくなってきたね。マジック、アイアンマン、スターロードは、なんかこの、ブラックパンサーとスパイダーマンに食われて出てこなくなって、でもスカーレットウィッチにも枠を取られてるから、さらに出てこなくなった感じで。アイアンマンは多分浮いてる時に結構持ってかれやすいから、まあ出ないんだろうな。動きはちょっと遅いんだよね、アイアンマンね。なんかね、めっちゃ遅いんですよ、これ。多分、あと2倍速ぐらいでもいいかも。まあ、その分火力が高いんだけど。でもね、こうやってやってるうちにね、やっぱ上手いやつはね、ヘラとかで落としてくるからね、一瞬で。攻撃力高い言うても、ヘラの方が圧倒的に高いんで、まあ撃ち落とされて終わりなんですよ。まあ、DPS はでもそんな感じの今感じになってて、サポートはまあロケットラクーンがまあ一番臨機応変には動けるね。もう上取ってなんて言うんだろう、まあ、ダイブと一緒にヒールしたりするのはやっぱ得意だし、あとパニッシャーとのさっき言ったコンボもクソ強いね。ロケットはまあ万能だね、すごい。まあ器用貧乏とも言えるけど、あとこれでまあリスポーン短縮もできるね。マジでサポートって感じですね、このキャラは。本当に。ザ・サポート。まあ、でも一番多分サポートが、まあ、5キャラしかいないこともあって、いろんなキャラ出てくる印象はあるな。こいつはね、サポート DPS っていうキャラですね。見てください。サポートだけど、この火力よ。ちなみにスパイダーマン落とせます、こいつ。ただ、ベノムにはやっぱ弱いね。ただ、シフトでダメージ分散ができるから、フォーカスされても、落ちないから、まあダイブ耐性がまああるっちゃあるね。このゲーム多分ね、ダイブに対してみんな抗える方法があって、思うと違うとこはそこかもしれない。人に頼らなくても自分で逃げれる手段がね、全てのキャラクターに用意されてるっぽい、どうやら。だからヒールがこのキャラは弱い。いい気2回分だけヒールができるんだけど、クールが上がるまで。まあ、その分瞬間ヒールはめっちゃ高いけど、どうしてもねやっぱヒールが追いつかないんですよ、試合やってたもんね。まあ、その分火力がめっちゃ高いから、まあ、DPS 並みとは言わないけど、まあ、0.8DPS 分ぐらいは火力出るんじゃない。めちゃめちゃ火力あるよ。アダム・ウォーロックは、まあ、結構強いとは思うけど、一人でやるんだったらいいけど、でもチームでやるとちょっとね、力不足感はある。やっぱ、コクーンの再生がね、最初は強いと思ったんだけど、あんまり、やっぱレベルが上がってくるとね、ハイドしてこうやって撃つから、
で、こっからなんかこう蘇生する感じなんだけど、これもう潰されたら終わりだから、だいぶだとウルトがうまくいかないのと、ルナスノーのシフト強いからな、まあ、こいつシンプルに強いね。難しくないしな。シフトでまあ回復して、回復バフをこうもらって、やばくなったらこれ使って耐えて、まあこの凍結使いながら戦う。でしかも結構遠距離まで回復できるんですよ。俺攻撃できる範囲が多分回復できる範囲で、割と遠くから回復もできるから、まあ、その辺は強いね。ウルトは意外と脆いっていうのが弱点かな。まあ、どっかの僧侶みたいなウルトなんだけど、意外と貫通してますこれ。パニッシャーのウルトとかでも割と貫通するから、ウルトがちょっと微妙なのかなって。ウォーロックとのシナジーでよく出てくるんだけど、マンティスは相方として。俺がウォーロックよく使うから、まあ、ヘラにバフ与えるのは強そうだけど、それだったらロキでいい気がする。まあ、サポーターまでも全部割と出てくるかな今。全てのキャラがダイブをいなすことができて割と戦えるんで、サポートが一番もしかしたらバランスいいかもしれない。このゲームのサポートはねクソ強いですよ。ちなみに攻撃力も高いし、なんかサポートだけが狩られるみたいなのはあんまない、やってて。そう考えるとやっぱだいぶやっぱ弱くて、パニッシャーとヘラに帰結するのかもな。